どうも、工藤哲也です。今日はね、アキラくんバージョン。っていうのはね、今日紹介するのはマジンガーシリーズじゃなくてデビルマン。僕ね、デビルマンも大好きなの。前回紹介した中でもちらっとデビルマン出てきたりしてたでしょ。だからちょっと一回まとめてデビルマンだけ紹介します。僕ね、ほんとデビルマン好きなんだよね。あの永井豪さんの漫画のデビルマンももちろん読んだけど、あの悪魔みたいな毛が生えてるデビルマンじゃなくて、この正義のヒーローのパンツを履いた緑色のデビルマンが好きなの。ミキちゃんのためにね、全てを捨てて戦う男がね、大好き。だからね、漫画のバッドエンディングはね、どうも好きになれないの。だってさ、デビルマンはさ、ミキちゃんをさ、守らないとさ。っていうことで今日はマジンガーじゃないけど、デビルマンコレクションの紹介です。ではでは行ってみましょう。デビール。ゲーセンで撮ったね、フィギュアシリーズ。これ僕の大好きな名シーンだね。マジンガー Z 対デビルマンのワンシーン。これね、ソフビ。ソフビなんだけど、キーホルダーになってて、これね、大きいんだよ。20センチぐらいあるのかな。これもゲーセンで撮ったやつ。デビルマンでしょ。これもゲーセン。それからね、こっちはね、デビルマンコーナー。これはね、なんて言うんだっけ、10号機のデビルマン。ダイキャストなんだよ。この3つは多分ゲーセンで撮ったやつ。僕ね、原作版じゃなくてこの日、やっぱり僕のデビルマンって言ったらこのテレビ版なんだよね。この緑のデビルマン大好きなんだよね。これもかっこいいよね。よくできてる。で、これ腕組んでるでしょ。これがフィギュアーツのデビルマン。デビルカッターやってんだよ、今。これはね、各関節が動くの。プラスチックでできてるんだよね。フィギュアーツだから、プラスチックでできてるんだよね。で、これはね、ミクロマンのデビルマン。ミクロマンのデビルマンって言い方も変だけど、ミクロマンのデビルマンバージョン。これはゲーセンかな、シレーヌもゲーセン。で、これはね、古田のね、昔古田の食玩で出てたデビルマン。デビルマンってかっこいいよね。それからこれ、ミキちゃんと、タレちゃん。ミキちゃんのフィギュアって意外と少ないよね。平手のミキ。あ、ほら、これエンディングバージョンのデビルマン。これはガチャガチャかな。で、このね、アキラくんとデビルマンはね、多分ゲーセンだったと思うな。アキラくんのフィギュアも意外と少ないんだよね。やっぱりアキラくんって言ったらこのベルトだよね。なんかケースに入れてる割にホコリがついてるなぁ。で、このミキちゃんは、古田の、食玩の古田のやつ。幼獣に狙われてるとこね。ミキちゃん。これは、ゲーセンかな？どうでした？デビルマンもいっぱいあるでしょう。まだね、もうちょっとあるんだよ、実は。僕ね、ほんとデビルマン好きなんだよね。デビルマンの終わりの歌のさ、1番でさ、この美しいものの時にミキちゃんアップになるのが好き。ちょっとマニアックだけど、ほんと幼獣ゴッドで終わっといてよかったよ。なんかさ、なんだっけ、
ロマンアルバムだっけ、ロマンアルバム見たらさ、なんかデビルマン最後もさ、漫画みたいにさバッドエンディングで終わらそうと思ったなんて書いてあってさ、ひーと思っちゃったよ。そんなのされたらさ、もうトラウマになっちゃうよね。僕がねデビルマンで怖かったのはね、幼獣アダルのね、あのねマネキン動かすやつ、なんかねマネキンが襲ってくるっていうのが当時すごい怖かった。あとはねズールのね、ズールってね人形を作って、それをね首ペキッと折っちゃうと人間が死んじゃうっていうね、なんか死神みたいなやつなんだけど、それもすごい怖かったな。なんかアルフォンヌ投げられちゃうんだけど生きてんだよね。あとゾルドバも怖かったね。なんかあの顔すごい怖かった。昔デーモン族裏切った女の人だっけ、その人になりすましててさ、その人食べちゃってんだもん。なんか醜くて怖かった。あとやっぱりザニーはかっこいいよね。映画のさマジンガー Z 対デビルマンだとさ、ドクターヘルに操られてさ、なんかあんまり大したことなかったけどさ、ザンニーって怖いんだよ本当は。あのさ尻尾をムチでベチベチデビルマン叩いてさ、ザンニーって怖かったよね。その後のムザンもなんか怖い顔してたな。デビルマンってさ、みんな妖獣かっこいいよね。デビルマンさ、一番最初さ不動明死んじゃってさ、誰がデーモン族の中で誰が乗り移るかってやるときにさ、3人いたんだっけ、3体いたけどさ、でもさどう見てもさデビルマン以外さヒーローじゃないよね。もう他のなんか鳥みたいなやつに、鳥人間にアキラくん支配されちゃってもさ困るよね。ほんとデビルマンでよかったよ。あとさデビルマンっつったらララーだよね。ララーさくしゃみしたりするとさ顔がさブスになるんだよね。それからさヒムラーも出てきたね。この頃さみんなバイク乗ってたよね。アキラくんもさ、カブトコウジもそうだしさ、あとなんだろう、あとライディーンの響きアキラとかさ、あともちろん仮面ライダーもそうだし、なんかバイクが流行ってたね。アキラくんが傷を負ってさ、それデビルマンにでっかくなるとさ傷が広がるって言うんだけどさ、なんか考えたらさ体大きくなって傷は広がってないことない？なんか僕はねいつもね、怪我は変わってねえんじゃねえのなんて思ってました、なんて子供の頃も思ってました。ということで今日はデビルマンシリーズの紹介でした。そうそう、アシェットの週刊マジンガー Z を作る、これ毎号組み立てるたびに動画にしていきますので、それも楽しみにしててくださいね。ではまたお会いしましょう。マジンゴー。